こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クイックポート、これは好スタート。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してクイックポート花に立ちます。その後ろからはタイムトゥマーシャル、この馬も上がっていく構えです。さらにはジャズサスピション13番サードドゥ、その後ろ後方に控えたのがケープタウン。先頭に戻りましょう。クイックポート先手を取りました。その外にトロットアイス、タイムトゥマーシャル、そのうちに続いています。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。先頭は依然としてクイックポート、トロットアイス、ほとんど差がありません。ジャズサスピション3番手エルコンドルパサーいい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はクイックポート、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。クイックポート先頭、差はほとんどない。2番手はトロットアイス、あと 200m、 エルコンドルパサ余力は十分か。さらに引き離していきます。2番手はジャズサスピション、エルコンドルパサ、この馬で決まりか。エルコンドルパサ1着、エルコンドルパサ完勝。エルコンドルパサ1着、2着はトロットアイス、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。エルコンドルパサ、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのサラトガ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはフェイバリットトリック、綺麗なスタートを切りました。ジェネラスロッシー前に行きそうです。コロナドズクエスト、それに続いています。さらにはリアルクワイエット、13番フェイバリットトリック、その後ろフェイバーウッド、後ろからになりそうです。では前の方から見てみましょう。先手を取ったのはコロナドズクエスト、並んで12番ゴールデンミサイル、その外にフェイバリットトリック。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。では前の方から、先手を取ったのはゴールデンミサイル、並んで4番コロナドズクエスト、フェイバリットトリック、この馬もこのグループ、すぐ隣にリアルクワイエット、ジェネラスロッシー、そのうちに続いています。赤の帽子キャッスルライツ、その後ろ青の帽子ウィングアロー、いい位置につけました。内からはアローネイティブ、その外からフレンチピレネー、内からはゲイリーウィナー、並んで10番ジェットキラー。この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。さあ先頭はまだ12番ゴールデンミサイル、リアルクワイエット、ほとんど差がありません。コロナドズクエスト3番手ウィングアロー、いい位置、鞍上のゴーサインに応えるか。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はリアルクワイエット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったリアルクワイエット、後続馬も足を伸ばしてきました。残り 200m、 リアルクワイエット先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ウィングアロー追いすがります。大外から一気にビクトリーギャロップ、リアルクワイエット、リアルクワイエット1着、2着にはどうやらビクトリーギャロップ、勝ったのはリアルクワイエット、見事な勝利です。
こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。クロスベール、これは好スタート。ビクトリーメモリー、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくビクトリーメモリー行きました。続いて前へ行くのはクロスベール、さらにはシンフォニーフォワード、5番マックスパンドラ、その後ろ。それでは先頭からクロスベール先手を取りました。その外からシンフォニーフォワード、並んで4番ビクトリーメモリー、その外からマックスパンドラ、その外にディヴァインニース、並んで14番サーガバッグ。後ろからの競馬になりました。アレノプシス、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。その隣にシエンプレアシ、その外にソワリングソフトリー、緑の帽子ムーンライトマウンテン、その後ろ。すぐ隣にインディアンスカーレット、ベルチャーム、それに続きます。しんがりからシャトーロッキー、各馬がターフの上を駆け抜けていきます。この辺りで各馬第3コーナーに入ります。さあ先頭はディヴァインニース、クロスベール、ほとんど差がありません。シンフォニーフォワード、3番手アレノプシス、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭に立ったクロスベール、クロスベール先頭、2番手はクロスベール、残り 200m、 先頭はサーガバッグ、パレノプシス先頭です。このまま押し切るか、パレノプシス差し切った、先頭はパレノプシス、1着でゴール、パレノプシス1着、2着にはどうやらソワリングソフトリー、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。パレノプシス、まさしく日本が世界に誇れる馬です。こちらアメリカのデルマー競馬場から国際重賞競走をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。横一線綺麗なスタートを切りました。さあ先行争い、ワイルドラッシュ前に行きそうです。イタリアンアンドレ、それに続いています。さらにはジェントルメン、6番フリーハウス、その後ろ。サドンダンジグ、後ろからになりそうです。もう一度先頭から見ていきましょう。ワイルドラッシュ先手を取りました。シルバーチャーム、すぐ後ろ。その後ろにトップスルー、その隣にフリーハウス。この辺りで各馬第1コーナーから第2コーナーへ向かいます。もう一度先頭からワイルドラッシュ先手を取りました。シルバーチャーム、すぐ後ろ。その後ろにトップスルー、並んで6番フリーハウス、その外にイタリアンアンドレ、その隣にオーサムアゲイン、カワチダイオー、いい位置です。
オレンジの帽子デーレンズ、その後ろすぐ隣にジェントルメン、その横にマレック、内からはスキップアウェイ、その後ろからはギャロップキャスト。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。先頭は依然としてワイルドラッシュ、イタリアンアンドレ、ほとんど差がありません。シルバーチャーム3番手、河内大王いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はワイルドラッシュ、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。先頭はシルバーチャーム、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はオーサムアゲイン、あと 200m、 シルバーチャーム先頭だ、しかし後続の足色もなかなかいい。オーサムアゲイン迫る、一気にオーサムアゲイン、シルバーチャーム、わずかにシルバーチャーム体勢有利。これは際どい勝負。ゴールの瞬間もう一度 VTR で確認してみましょう。こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。さあ先行争い、ケープクロス前に行きそうです。アマングメン、それに続いています。さらにはシーゲート、11番、ジム&トニック、その後ろ。では前の方からケープクロス先手を取りました。すぐ後ろにビッグドリーム、好位置をキープしています。メジロブライト、内からはタレンティドデライト、アマングメン、そのうちに続いています。では前の方から見てみましょう。ケープクロス先手を取りました。その外にシーゲート、青の帽子ビッグドリーム、その後ろ。内からはタレンティドデライト、好位置をキープしています。メジロブライト 1000m を通過しました。少々ハイペースというところですが、先行馬への影響はどうでしょう。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。では前の方からビッグドリーム先手を取りました。間が空いてケープクロス、その隣にシーゲート、すぐ後ろにタレンティドデライト、好位置をキープしています。メジロブライト、その隣にアマングメン。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。では前の方から見てみましょう。シーゲート先手を取りました。すぐ後ろにビッグドリーム、さらにはケープクロス、前はシーゲート。シーゲート後続を引き離す。2番手はビッグドリーム、ケープクロス3番手、メジロブライト、いい位置です。先頭を捉えにかかります。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってメジロブライト、メジロブライト先頭、あと 200m、 メジロブライト先頭だ。残り 100m、 メジロブライト先頭。2番手はペイラミ、メジロブライトゴールイン、メジロブライト1着、2着にはどうやらペイラミ。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。メジロブライト、まさしく日本が世界に誇れる馬です。
こちらイギリスのヨーク競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはジュピターデンジャラス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してジュピターデンジャラス花に立ちます。その後ろからはフィーバーゴルフローズ、この馬も上がっていく構えです。さらにはバレンタインワルツ、11番藤山インディ、その後ろ前はバレンタインワルツ、まだ粘っています。サンフォードディガー、ほとんど差がありません。3番手にアグネスワールド、絶好の手応え。さあアグネスワールド逃げ切れるか。残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。さあ先頭に立ったのはアグネスワールド、アグネスワールド先頭、残り 200m、 アグネスワールド先頭だ。リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手はフィーバーゴルフローズ、アグネスワールド今ゴールイン。段違いの強さです。アグネスワールド1着、2着はクリスタルアイス。世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。アグネスワールド、まさしく日本が世界に誇れる馬です。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わってノーブルコスモス、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手はプリモディーネ、先頭を捉えるか。プリモディーネ抜けた。2番手はエイシンアンバー、プリモディーネもう一伸び、プリモディーネゴールイン。プリモディーネ1着、2着はエイシンアンバー、これは桁外れの強さだ。プリモディーネ直線に入りました。これからの勝負。先頭変わってカフェアローン、残りあと 400m、 長い直線、ここからどうか。先頭変わってアドマイヤベガ、アドマイヤベガ先頭、あと 200m、 アドマイヤベガ先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アドマイヤベガ先頭、2番手はアドマイヤセター、アドマイヤベガゴールイン。アドマイヤベガ1着、2着にはどうやらザカリア、見事に勝ちました。アドマイヤベガザカリア2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。短い直線に入って後続は届くかどうか。先頭変わってシーキングザパール、シーキングザパール先頭、引き離しにかかる。2番手はニュースイーグル、シーキングザパール1着、シーキングザパール完勝、シーキングザパール1着、2着は微妙です。これが最強女王だ、シーキングザパール。